埼玉の逆襲。泣きそうな。もうこれ以上食べたら多分涙声になってしまうから。今回の埼玉の逆襲は、絵が好きな逆襲ファン。嬉しいですね。もうあの逆襲ファンなんですいません。この4年やっててね、一回もね、私の耳に入ったことがない言葉なので。今なんかハマってるものとかってありますか？ハマってる。埼玉の逆襲を見ることです。超レアな埼玉の逆襲ファン、その素顔に迫ります。どうもたまやんです。本日は所沢さくらタウンにやってまいりました。実はこの番組の公式 X のフォロワーは1万6000人を突破しており、多くのファンの皆さんに支えられてるわけですが、中でもとびっきりの番組愛がある方たちと今日お会いできるということでやってまいりました。ということで、まずはお一人目の方のもとに行ってみましょう。さあ、久々のラブ埼玉パークにやってまいりましたが、お疲れ様です。はい、ということで、あそこにお面をつけた方が、どうもこんにちは、たまやんです。こんにちは、はじめまして、とちんです。とちんさん、はい、やっとお会いできましたね。はじめまして。こちらのとちんさん、実は自身の X にたまやんのイラストを定期的に投稿してくれている埼玉の逆襲愛あふれる方なんです。まずはとちんさん、坂戸って来てくれてますね。はい、地元です。あ、しかも若干着古した感があの否めない感じなんですけど、結構もしかして来ていただいている。はい、来てます。なんかちょっとこんな言い方したら失礼かもしれないですけど、とちんさんは一体何者なんでしょうか？私は埼玉県生まれ埼玉県育ちの坂戸市民です。ただの、はい、普通に絵が好きな逆襲ファン。嬉しいですね、はい、もうあの逆襲ファンなんですいません。この4年やっててね、一回もね、私の耳に入ったことがない言葉なので今日大変感動いたしました。ちなみにあのいつもね、たまやのイラスト投稿いただいてるんですけど、たまや以外にはどんなイラスト描かれたりするんですか？ファンアートが多いんですけど、うん、私あさりちゃん好きなので。懐かしい、はい、なのでそのファンアートをよく描いてます。あ、そうなんですね。たまやんって描いてみてどうですか？ちょっと実は最初のうちは難しかったんですけど、うん、でもやっぱり描けば描くほど面白くって、このキャラクターのその首から腰、私ね、首からこの腰と、なんですか、お尻、うん、足っていうこのラインが、あ、ちょっとなんか、ま、丸みのある感じね。そう、はい、これが描いててなんかもう大好きで可愛くて、とにかく前たまやのそこが好き。なるほど、うん、もう今ので十分伝わってるんであの多分テレビ見られてる方もね、みんな伝わってると思います、はい、あの、まあ、たまやの好きやっていうことはもちろん多分番組もね、よく見ていただいてるのかなと思うんですけども、はい、逆襲も大好き。大好きで、うわ、嬉しい。特にこれまで放送したエピソードでこれ良かったなみたいなのあったら教えてもらっていいですか？ピエール長官の相談、あの電話相談ね、はいはいはい、やっぱりあれ長官のすごい人の良さと、あと出てくる人のマイペースさ、あーキャラクターですね、なかなか、まあ、だいたい見てませんの人が多いっていうのがちょっと面白くって、うんうん、どこから連れてくるんだろうと思いながらずっと見てて、でそれで、まあ、それに対してもやっぱり番組わかんなくても、でもすごい悩んでることに対してすごくこう長官が心を込めてあの、ね、答えてくれてるっていうのが良かったりとか、どうしても人の言葉の裏とか本心が気になってしまって、いまいち人間のことを信用できないんですけど、どうすればいいと思いますか？人間のことを悩める埼玉県民へ、なんかちょっとお言葉いただけますかこれ？いやでも本当にそういう人と関わらなければいいだけだと思うんで、うん、まあ仕方なく関わることはあったとしても、うん、期待もしないし信用もしないっていうふうにしておけば、うん、裏切られることはないじゃないですか。そうですね、そういう接し方に振り切っちゃうっていうのが多分解決策としては僕は浮かぶかなっていう感じなんですけど、あとずいぶん前になっちゃうんですけど、サイタマックス、うん、あのヒーロープロジェクト、はい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 、予算はねやっぱ1万円だというお話がありましたけどはいはい、これ1万円でできてるんですか？1万円でできてますよ。え？あの限界に挑戦しましたんで。え？ 1 万円ですかこれ？1万円でできてます。ご安心ください。先生と学生さんのご好意で1万円内に収まったという考えでよろしいですかこれは？いいですか？はい、いい、はい、本人もいいって言ってます。うわー、ありがとうございます。だいぶあのレアファンですね。コアファンですね。
実は今日玉屋さんにお会いできるというのを聞いたのでイラストを描いてきたんですけど受け取ってもらえますか。マジで、はい、めちゃくちゃ嬉しい。わすごい。これなんですけど、うん、受け取っていただけますか。ありがとうございます。あ、すごい、ちゃんとあのファミリーの、はい、イラストも、はい、わすごい。ちなみに、はい、これは何で描いていただいてるんですか。これ色鉛筆です。え、マジで、はい、すごい。なんかそう特殊な画材とか使ったのかなというふうに見えるんですけど、色鉛筆ってこんな風になるんですか。はい、色鉛筆で頑張りました。あ、とちんさん普段はもう色鉛筆メインで描かれてる。はい、色鉛筆が大好きです。あ、そうなんですね。うわ、めちゃくちゃ可愛い、嬉しい。だいぶ手がかかって見えるんですけれども、まあ、こういう絵にしようかなっていう構想から含めてどれぐらい時間かかったんでしょうか。これ実は1ヶ月かかってて。マジですか。すごい時間かかっちゃって、うん、正直ちょっと終わるかどうかもちょっとドキドキしてたんですけど、お会いできるのに。ちょっとぜひスタジオに飾らせてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。多分みんなめっちゃ喜ぶと思います。そう言っていただけると嬉しいです。ちょっととちんさん、そしたらちょっとやっぱり私からも今日プレゼントがございまして、はい、ね、もう番組の熱烈なファンだということで、はい、私のキーホルダーも入っておりますので、たまやんキーホルダーも。ありがとうございます。いえ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 、ありがとうございます。ではとちんさん、これからもたまやんともども埼玉の逆襲をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのたまやんファンはなんと小学4年生の女の子です。というのも番組の公式 X にお母さんからダイレクトメッセージが届きまして、お母さんからのメッセージが、いつも JCOM 埼玉の逆襲毎週再放送ほぼ毎日楽しんで見ております。これだいぶコアファンですね。突然ですいません、小学生の娘がたまやんが大好きすぎてクリスマスプレゼントにたまやんのぬいぐるみが欲しいと言ってるのですが、あのテレビに出ているようなたまやんは手に入れることはできないのでしょうか。缶バッジは桜タウンで買ったのですが、よろしくお願いいたします。嬉しいですね。もうこういうお便りもらってるだけでも大変嬉しい。ということで、実はこの後番組とあのお母さんで何度かやり取りをさせていただきまして、本日ファンであるという愛理ちゃんとサプライズで会うという段取りに今なっております。ということで、間もなくこちらに参りますので、私たまやんスタンバイに入りたいと思います。あ、何も知らない愛理ちゃんがお母さんに連れられてやってきました。ここで偽番組のインタビュー中に後ろからたまやんが登場するというサプライズを仕掛けます。元気よく答えてもらって、はい、じゃ質問しますね。今なんかハマってるものとかってありますか。ハマってる、埼玉の逆襲を見ることです。埼玉の逆襲を、なんかでもほらテレビ地上波でも面白い番組いっぱいあるけど、埼玉の逆襲が一番好きなの。はい。それ結構学校で友達と話が合わなかったりしない？合わないかもしれない。なんか埼玉の逆襲で、まあ、特に好きな人とかキャラクターとかっていますか？たまやんです。たまやんが一番好き。たまやんのどんなところが好きですか？関西弁とかが好きです。なんかたまやんに会ったらそこ聞いてみたいこととかってありますか？特にないです。好きだけど聞いてみたいことは特にない。どうもーたまやんです。たまやんだ。こんにちは。私のこと好きな？はい。4年生です。4年生。いや、愛理ちゃん今日は来てくれてありがとう。ちょっと種明かししても大丈夫？実はあのね、愛理ちゃんのお母さんがね、愛理ちゃんが埼玉の逆襲大好きですって言って番組にお手紙くれたんです。え、それでお母さんとね、番組のスタッフさんがちょっと連絡を取り合って
今日愛理ちゃんにちょっとサプライズ仕掛けようということで、今日はあのたまやんからのサプライズでした。びっくりした？びっくりしました。よかった。どうですか生の私は。かわいいです。かわいい。ちょっと触ってみたい？はい。じゃあちょっと頭撫でていいよ。頭撫でてもちょっとだけよ。あ、オッケー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 。どう？ふわふわしてた？はい。うん。で、愛理ちゃんとお母さんはいつから埼玉の逆襲を見てくれてるんですか？去年の夏ぐらいかな。うん、うんうん。ちなみにお母さんはよかったら埼玉の逆襲のここが好きとか、この回面白かったみたいなったら教えてもらえますか？ゴルゴさんが大阪とか行った回。はい。これも拾っている。ものすごいラリーだ。最後はネットに引っ掛けてしまいました。そこと、あとそうですね、なんだ、三大好きなものね。ケミテッチョね。どうもたまやんです。私の三大好きなもの、埼玉生ガキ県民手帳ということで、今年も出ました埼玉県民手帳24年度版を勝手に宣伝いたします。そこもうがっつり心奪われて。お母さんちゃんと見てくれてる。最高最高最高。ありがとうございます。じゃあちょっと愛理ちゃんのこと聞いても大丈夫？じゃあ愛理ちゃん大きくなったら何になりたいの？通訳です。あ、通訳。それはなんかあの今言葉の勉強とかなんかやってるんですか？はい、クモンで英語をやってます。あ、本当に？愛理ちゃん一つ先にお願いしといていい？英語めっちゃ喋って通訳になったら、うちの番組は世界埼玉化を目指してる番組なんよ。はい。そしたらあの愛理ちゃん、このなんか公式通訳みたいな感じでなってもらって、たまやんと一緒に外国行ってたら行ってくれる？はい。ほんまに？はい。そんなにギャラ払われへんけど大丈夫？はい。ほんまに？はい。約束したで。はい。わかった。今日はね、せっかく来てくれたので、はい、たまやんから素敵なプレゼントがございます。ありがとうございます。実は愛理ちゃんの誕生日聞いてました、3月って。なのでそこにあの入ってるちょっと大きいやつ出してみて。たまやんから愛理ちゃんにお誕生日のメッセージです。すごい。どう？かわいいです。愛理ちゃんそれどこにも売ってないで。それとあのお母さんね、県民手帳のくだり好きって言ってくれたんで、うん、お母さんの袋の中見てください。お母さんのためにたまやんとっておきの、うん、埼玉県民手帳一冊入れてるんですけどね。ああ、すごい。すごいでしょ。うん、5年間の天気がちゃんと書いてある。ありがとうございます。お母さんもそこ触れてほしかった。うん、ここ、うん、ここ私使います。ありがとうございます。じゃあお母さん、愛理ちゃん、はい、これからも埼玉の逆襲応援してくれますか？はい、応援します。愛理ちゃんのカメラに向かって、たまやん頑張れって言ってくれますか？はい、たまやん頑張れ。ありがとうございます。今日一番大きい声でもらった。もう実はね、たまやんもう近くにおっても泣きそうな、もうこれ以上喋ったら多分もう涙声になってしまうから、愛理ちゃん今日はこの辺にしとくわ。これからの番組応援してくださいね。はい。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、これからも埼玉の逆襲とたまやんをよろしくお願いいたします。